高3で120万円。仮面女子久保田美沙がローン完済するまで。最強地下アイドル。仮面女子メンバーにして、ユニット。アーマーガールズリーダーの久保田美沙さん、23。具志堅用高さんと共演した主演映画、冬の糸が完成したばかりだが、知る人ぞ知る貧乏アイドルだ。120万円だったんです、そのローン契約。反抗をしたのが、高校3年でしたから、もう、5年も前になるんですが、ようやく今月、全額払い終えました。本当に長かったですね。そもそも、なぜそんな多額の借金をしたのか？普通、こう素朴に思いますよね。でも、世間知らずで、最初に所属した事務所の人に、アイドルになるためには、宣材を作らなきゃならない。プロフィール写真撮影代と、制作費がかかる。レッスン代も必要。と言われ、それを真に受けてしまって、おまけに、登録料だ。と、言われて、30万円も上乗せ。その合計が、120万円。ひどい話でしょ？両親に肩代わりしてもらう？そんなの無理無理。だって、京都の実家が、超貧乏だったんですもん。自営業のお父さんは、一生懸命働いてたんですが、商売がうまくいかなくて。家は、絵に描いたように古くて、窓ガラスの代わりにビニール袋を貼ってたくらい。取られるものがないから、玄関は壊れっぱなし、笑い。電気やガスもしょっちゅう止められてました。それでも、子供心に友達には、知られたくなくて、クラスメイトと、下校するときは、わざと遠回り。家から離れたところで、バイバイって。それがバレたときは、顔から火が出るくらい恥ずかしかった。それやこれやで、小学生時代のあだ名が、オンボロアパート、笑い。でもね、本当に真剣に小学生の頃から女優に憧れてて、まずアイドルになり、それをステップに女優にって思ったんです。だから、ローンを組んだ最初から、両親に頼らず自分で支払おうって決めてました。当然、アルバイトはよくしましたよ。ラーメン屋さんに回転寿司、お好み焼き。まかない月ばかりでしたね、笑い。屋根裏部屋とはいえ、寮を用意してくれた今の事務所は天国。でも、いつまで経ってもらちが、開かないので、高校卒業後に上京することにして、合格したのが今の事務所。持ってきたのは、最小限の洋服を入れたスーツケース、1個。財布に入ってたのは、なけなしの、3万円。不安だらけでしたが、自分で責任を持って、頑張ってきなさいって背中を押してくれた両親のためにも、何があってもデビューしなきゃって思って家を後にしました。最初は研究生枠でしたし、仮面女子は人気投票と、グッズの売り上げでお給料が、変動する完全歩合制ですから、初月にいただいたお給料は、700円。だったって思われるかもしれないし、他でアルバイトしたら1時間分。でも、私にとっては、貴重な、700円です。それに頑張りと工夫次第で、お給料が上がるわけだから、むしろ励みになりました。それに、うちの事務所は、私みたいな状況組のために、屋根裏部屋とはいえ、寮を用意してくれてるんです。6畳ほどの広さで、そこに常時5、6人。各自の荷物があるので自由になるスペースは、その半分くらい。夜は一つのお布団に、二人で寝てる感じです。でも、寮費はかからないし、レッスン代も無料。前の事務所に比べたらホワイトもホワイト、天国です。食事ですか？ほぼ自炊ですね。お小遣いが限られてるから、寮付属の炊飯器でご飯を炊いてます。ただ、入ってしばらくはお金がなくて、お塩をかけて食べてました。これまで何度もローンの支払いに困ったことがあります。それでも、負けるもんか、前向き前向きって気持ちを持ち続けました。そんな甲斐があって、今では、一般的な OL さんぐらいのお給料になり、借金は完済。これからは貯金をして、いずれ一人暮らしをしたいです。それから、もっともっと稼いで両親に旅行をプレゼントしたい。一日も早くその日が、来るように頑張ります。